杉並区内の公園や駅前など12カ所を会場に落ち葉感謝祭が開催されました。杉並区は毎年11月15日から12月14日までの期間を落ち葉月間とし、落ち葉をゴミとしてではなく自然循環させる緑のリサイクルの考え方を広く区民に知ってもらおうという取り組みを行っています。今年も参加しよう目指せ1万人の落ち葉吐きをテーマに、区内の公園や駅前広場などを会場にさまざまなイベントが行われました。会場の一つ、いぐさ森公園では、はじめに落ち葉の吐き出し作業を実施。参加した地域の皆さんやボランティアなどがほうきやちり取りなどを使って落ち葉を集めていました。みんなで落ち葉集めたり、いろいろ楽しかったです。いっぱいきれいになったから、すごいすがすがしい気持ちになれました。ね、あの地域の皆さんと一緒にちょっとおしゃべりしながら参加できて、とても楽しかったです。そして落ち葉掃きが終わると、その落ち葉を使ったプールや工作などさまざまなお楽しみ企画のスタートです。中でも毎年人気なのが工作のコーナーで、参加した皆さんは剪定作業で発生した枝や松ぼっくりなどを材料にクリスマスリースなどを夢中になって作っていました。自分オリジナルの板の飾りができて嬉しかったです。可愛く作れたので、まだ途中ですけど良かったです。そしてこちらは焼き芋コーナー。薪や火を使うため、普段なかなか体験することができないとあって、多くの人が集まりました。30分もすると、ホクホクで熱々の焼き芋が出来上がりました。冬には焼き芋だね、やっぱり。今年も多くの人が訪れ、緑のリサイクルについて学ぶ良い機会となっていました。